半チャンナブリ、いくぞということで、今トングリ駅です。タトゥーショップの人に半チャンナブリをお勧めされたから行っちゃおうということで、明日の朝7時50分の電車で半チャンナブリ行きます。ということで今日は野宿です。バンコクで初の野宿だね。うん、この旅始まって以来の野宿でもないね。ないですね、うん、2回目ですね。空港泊があったからね、初っ端に。まあ同じ感じだよ、空港泊と。うん、まあそういう感じで、目の前が市場だけどめちゃくちゃ明るい。今2時過ぎてます。そんでめちゃくちゃうるさい。まあ関係ないですね。うん、寝つけることを祈って、うん、明日早いからね、どっちかが起きないとね。うん、まあ、明るくないから大丈夫だよね、多分。大丈夫でしょう。ちなみに寝床はこのベンチ。イエーイ。ちょっとルームツアーする。ルームツアーしようか。うん、どうぞ。まずこのベッドですね。はいはい。今電気ね、ちょうどここ消えてるんですけどね、うん、見やすい。ここがライのベッドです。はい。で、ここで枕がもセットされてるのが僕のベッドですね。うん、この宿のおすすめのところは、まずロッカーがついてる。へぇ、ここに鍵をつけて、ロッカーが。オプションいくら？無料。無料？無料。あと、うん、ここに無料のゴミ箱もある。無料なん、ゴミ箱。無料。マジで？ゴミ捨て放題。貴重品だけ自分で管理してくださいっていう感じで、はいはいはい、管理して。この共有のさ、めっちゃ広い共有スペースはいくらすんの？無料。無料？やば。え、で、料金、ルームの料金いくら？ここ2人で1泊、うん、無料。無料？無料。やばいね。じゃあ今日はこの宿で寝ていきます。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみ。おはよう。おはよう。寝れた？全然。蚊やばくね。暑いし蚊がやべえし、正直一睡もできないぐらいじゃね。うん、ちょっと軽く寝たぐらい。マジマジでやべえ。今寝た。そう、クソ暑いし蚊やばいしね。うっせえし、市場本当にお隣さんがうるさい。市場もうずっと言ってるよね、閉まんねえこの市場。とりあえずチケット買ったし、あと電車待って乗り込んでいくだけだね。じゃあ待っていきましょう。行く。はい、出発しました。今ね、バンコクのトングリ駅出発して、カンチャナブリの方に向かっていきます。イエス。まあ、このね、カンチャナブリの旅のね、一番の目的は、まあこの対面鉄道に乗ることってよく言われますね。なんかこの電車自体がもう歴史があるんだもんね。そうだね。どんな感じなの？この対面鉄道っていうのは、第二次世界大戦中に旧日本軍がビルマ、まあ、今のミャンマーだね、ミャンマーとこのタイの間に作った鉄道なの。まあ、全長約 400km くらいあって、これを約1年で完成させたんだよね。半端ないね。半端ないよね。なんかさ、あれと似てるね、パーイのさ、橋と似てるよね、経緯が。そうだね、規模が全然違うけど、うん、確かにパーイのあれもビルマ軍だもんね。そう、もう連合国軍の捕虜とかもうめちゃくちゃ総動員されて、で過酷な労働とかマラリア でこの1年の建設の間に約10万人って人が亡くなってるんだよね。やばくね。建設するのにね。そう、別名死の鉄道とも言われてて、映画にもなったんだよね、これが。戦場にかける橋っていう、まあ、っていう歴史のある鉄道みたいだから、まあ、2時間半、うん、頑張って寝ないように、うん、まあ、景色見てね、うん、着いたよ。着きました。カンチャナブリ着きました。もう爆睡だったね、一瞬だったしょうがないわ。うん、綺麗だった景色的だな。いや、全然普通の。あ、じゃあこっから先だね、本当に。うん、ここからナムトック駅終点までの道が道にいろいろあるらしいね。ここからどんどん田舎になっていくらしいから。じゃあこの区間は寝てて OK だったってことだよね。 OK だった。今11時前、うん、宿のチェックインが2時からで、それまでどうしよっかって感じ。ぼちぼち時間潰してまた宿行きたいと思います。オッケー、チェックインの時間になったから宿向かいます。やっとだよ。眠たいね、もうめっちゃ眠い。もう帰ったらすぐ寝ます、宿着いたら。うん、シャワー浴びて
シャワー浴びたいね。うん。オッケー、チェックイン完了。部屋に行っていこう。2回テストね。よし。電子バッグ130バーツ520円ぐらい、めっちゃ安い、うん、エアコンがガンガン最高だね。ガンガン、しかも朝食無料だし、うん、で Wi-Fi も何気に結構良かったから。良かった。駅も超近いしね。うん、コンビニも近いし、うん、便利、完璧だわ。いい宿、今日はもうとりあえず。そうだね、ゆっくりしよう今日は。うん、疲れちゃったっていう感じです。じゃあ、はい、バイバイ。みんなおはよう。おはよう。今日カンチャナブリー2日目です。いや元気になった。あれ今日元気じゃね。マジでね、昨日はね疲れすぎてた、本当に。すみません、あの一睡もできなかったからね。野宿からのね、マジきつかった、あの移動は。マジ宿って偉大。偉大だね。クーラーって偉大。ということで復活した俺らは日本軍とね、歴史のある街を、うん、散策していこうじゃないかとね。こっから30分歩いたところにまず最初の目的地があるから行ってきましょう。行こう、レッツゴー。やばい、ついてくるって。怖い怖い怖い。これでも走ったら逆に来そうじゃね。ね、まだ俺ら1回しか打ってないんだから。来週打たないと休憩病になっちゃうから。なんか致死率ほぼ 100% らしいよ。まだやめてくれ。死ぬらしい。あと1週間待ってくれ。1カ国目で死にたくはない、ね、そしたらもう一週間待ってくれたら噛んでいいから、うん、全然いい、かぶせてあげる、うん、まだ待ってくれ。ってことで、あと半分です。まだまだです。35度暑すぎる。川発見。川だ。水上マーケットやってそうじゃない。あ、あるって言ってるの、ね、あっち側だよけど、うん、水上マーケットよ、ぼったくりっていうよね。聞いた。水上マーケット多分高そうだし、行けないかな。うん、普通に惹かれないな、全然。だったらあのベネチア行きたくね。ベネチアは行きたい。そっちの方が上がるわ、うん、そっちの方が高いって知ってた。知ってた。チャンネル登録、高評価お願いします。イタリー行くために。イタリー行くために、うん、さあ、行くか。あとちょっと頑張ろう。着きました。ここはどこですか。天井にかける橋、うん、のモデルになった場所ですよね。